さて今回はね、3番のブキマル先輩降臨だから、これ楽しみじゃん。タンク系のジスター、早速出そうぜ。ペリリ。おっと、今回はね、左腕について書かれてるね。山田と井上から奇襲を受けた東堂のもとへ、鳥丸が空から現れた。なんか唐突っすな。なんかいきなり始まったぞ。始まっちゃうのこれ。東堂は空中戦と長距離攻撃に強い鳥丸と合体することで武装強化し、一気に反撃に出た。大量に現れる山田と井上からの激しい、何？大量に現れる山田と井上、何？山田と井上って量産型なの？山田と井上ってたくさんいんの？ほうほう。激しい攻撃にバズーカ砲で応戦し、ついにそれを撃退した。なぜ自分が狙われているのか、理由もわからないまま戦い続けた東堂は、井上を一体捕まえ、井上たくさんいんだな、自白を迫った。そして、自身の左腕を狙って襲撃したこと。その噂は、春日さん来た！トゥース！春日さんと、みんなから、さん付け、待って。そうだ、さん付けされてんの春日だけだよね。トゥースだけじゃない？はぁ、あ、はぁはぁ、アシラタイプのジスタが流したことを突き止めたのであった。なんか敵っぽいもんね。ほら、カスラさん、アシラだったな、この人。わーお、やべえ、カスラさんすげえ楽しみだわ。敵か、この人。悪いもんね、なんか悪い顔してるもんね、ほら、へへへへ。悪い顔してるもんな。じゃあ早速、出そう。もう何も書いてないよね。おっと、こっちにも書いてあったね。作動、密かに計画を巡らし活動すること。キャタピラに東堂の剣、頭部に、鳥丸のバズーカ砲装備。武器丸が偵察型に変形した形。偵察型なんてあんだ。あ、待って。武器丸。あー、なんか形違うな。こっち偵察型。ほうほう。弱っ。雑魚じゃん。雑魚じゃね？マジ？あ、偵察型の、これ数値。はいはいはい。こっちの数値だったらもっと、あれかな。まあ正直雑魚っぽいもんな。じゃあ早速、開けようぜ。いや、楽しみだね。おっと、おお、黒いグレボディ、かわいい。お、なんかかわいいぞ、今回のジスタ。また武器見ようぜ、まず。武器、開ける前に武器をね、勉強しとかんと。ほうほう、武器丸のハンマーか。武器丸の本体。ん？ハンマーが本体。あ、ハンマーが本体なんすか、この人。ほうほう。で、鋼鉄さえ砕く破壊力起こるが、使用者を選ぶ難度の高い武器。ほうほう。で、こっちはランチャー、武器丸のランチャー。同時に5連発射が可能なランチャー。破壊力は抜群だが、発射時の衝撃も半端ない。半端ない、ランチャー半端ない。じゃあ、タスク、開けようぜ。よし。武器丸。いや、かわいい。ジスタの模様印。おぉ。この先生の真顔似てね、ちょっと。かわいい。キャタピラ。おぉ、すげえ。なんか顔が、黒と赤っていいね。お、あ、待って、頭ドリルだ。頭ドリルになってる、この人。この透明な武器はなんじゃい、なんじゃらほい、なんじゃらほいな、これ。まあいいや、とりあえず、あ、違う、これがさ、ハンマーじゃねえの。あ、違うか、ハンマーっぽかったけど、これ違うな。ハンマーどれだ、武器丸のハンマーどれだ。あ、ハンマーこれだ。待って、ハンマーどれだ、ハンマーねえじゃないか。まあいいや、とりあえず組み立てますか。完成、武器丸。武器丸かわいいね。このフェイスもかわいいけどさ、色がいい。黒と赤。俺さ、黒と赤、あと黄色のフュージョン好きなんだよね。こいつらのコラボ大好き、このカラー。カラーリング最高だね。小さいのにさ、迫力すごくない？なんだこのやつか。めっちゃでかく感じる。ほんとはすげえちっちゃいのに、めちゃめちゃでかく感じる。しかもクオリティすごくない？こんなちっちゃいのにさ、細かいところもちゃんと作ってあるんだよね。しかも可動域半端ない。めっちゃ動く。こいつらすっごい動くわ。イダマと合体してみようか。すげえ、マジでね、自由に合体できる。もうどこでもくっつくわ、こいつら。半端ないな。マジ無限大だわ。合体無限大。イダマメインの合体。なかなかかっこよくできたぜ。おぉ、めっちゃ強そう。もう至近距離でも長距離でも、全然もうバッチコでしょ、これ。バッチコでしょ。半端ねえな。じゃあ次はね、ザン、武器丸メインで合体しよう。武器丸最強形態、完全体の武器丸。めっちゃ弱そうじゃん。めっちゃ弱そうに見えるけれども、後ろに邪剣があるんだよね。この邪剣さえあればね、無敵だから、武器丸。かわいいな、マジ。武器丸の顔すげえ気に入った。しかも頭ドリルがドリル。もう頭ドリルっつうのがいいな。なんだこの割れ目は。なんか割れ目があるぞ。
なんか刺すのかな。もうね、これ完璧無敵でしょ。頭に飛剣ぶっ刺さった、割れ目を通して。これはもう無敵。邪剣と飛剣やべえな。もうこの武器丸最強フォルムめっちゃ気に入っちゃった。すげえかっけえ。シンプルなフォルム、そしてね、シンプルな武器2つ、武器2つっつうね、シンプルさ。待って、横にランチャーつけたらやべえんじゃないの。完璧だわ。これこそ完璧究極フォルム。18を吸収した、完璧。至近距離も長距離もバチコイ、至近距離も長距離もバチコイ。おお、すげえかっけえ。足履いただけでめっちゃかっこよくなるな。かわいいな、でも。かわいい。もうかっこいいっつうか、かわいいね、なんか、武器丸。顔がかわいいから、足軽、武器丸、ザ、足軽形態。超かわいいな。よっしゃ、ということで今回はね、3番の武器丸先輩ゲットで、武器丸かわいいね。超萌え。ジスタの萌え要因だね、武器丸たんは。すげえかわいい。この顔。のほんとしてる顔。超かわいいね。で、次回は、春日さん。ついに来たぜ、この時が。春日さんを開ける、なんか武器すごくね。春日さんなんか武器すごい。透明で見えにくいけどさ、武器すごいね。春日さん。わお、すげえ楽しみ。あとなんか入ってるわ。中に入ってね。これ心臓かな。わあ、超楽しみだな。あと、東堂も欲しいんだけど、売ってねえんだよな、もう。山田も欲しいんだけど、なくて、井上ね。すげえ楽しみなんだ。こいつ、量産型らしいけど、量産型、井上と山田。大量に現れる、山田と井上。でもないんだよな、こいつ大量に現れるくせに、売ってないんだよな。まあ、とにかくね、ゆっくりコンプしていこう。じゃあ次回はね、この春日さんで、お会いしましょう。最後はね、ゲットしたばかりの、武器丸タンバイバイでしょ。いや、武器丸かわいい、マジ。おぉ、タンク系なのになんか好きになっちゃった。俺あんまタンク好きじゃないんだけど、タンク系のね、ロボ好きじゃないんだけど、こいつ好きになったわ。超可愛いね。稲葉、そして稲葉ね、稲葉もかっけえな。東堂すげえ楽しみだわ。